それではスターティンググリッドをご紹介しましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー15番ティームシュー、どうぞノーシュー。セカンドカーナンバー13番、予選で追い上げましたビレラートラグノレーシング、佐野勇気。3番グリッド、こちらも上げてきました、11番ティームエフェガーラ、上野春樹。4番グリッド、24番キセノンレーシングチーム&チャンプ、村田優馬。5番グリッド、92番レーシングチーム、エイペックス、浅見健心。6番グリッド、カーナンバー37番、カローラ新茨城レオンキッズレーシング、中村仁。以上のトップ6です。この中でシリーズチャンピオン争いをしているのはどうぞの衆と、そして佐野勇気、そして浅見健心、この3人が入ってきております。続いて7番グリッド、カーナンバー16番 BMAX レーシング、大越武史。8番グリッド、73番 HRT 豊島陸人。9番手、27番 FA カードレーシングチーム原田カートクラブ、加藤大斗。ランキングトップは9番手からのスタートです。10番手31番スーパーミンフォースレーシングチーム、加納義正。11番手55番 YRH ケース、木名隼人。12番手33番ワンポイント、安藤かなと。13番手20番エナジージャパン、井田来希。スタート1分前です。14番手26番ティームブルート、片桐涼雅。15番手77番ティーム KBA、二上隆起。16番手14番ガレージ C、 塚本凛星。17番手17番 ERS ビズホームテック、佐古龍馬。18番手25番 SPS 川口、福田クルム。19番手28番 FA カートレーシングチーム原田カートクラブ、小倉あずさ。20番手65番カローラ新茨城レオンキッズレーシング、富下リオナ。21番手23番高木プランニング、竹本柚月。22番手21番スーパーレーシングジャンキー、島抜き勇気。23番手89番レーシングチーム、暁ウィズ700、諏訪博人。24番手34番ネクサスコンペティション、八木沼孝太。25番手74番ひとみ EP ウィズレーシングチームワールド、ひとみ昌磨。26番手29番原田カートクラブ、大市春樹。27番手18番スーパーレーシングジャンキー、五十嵐文太郎。以上の27台です。トップの加藤大斗は9番手から、ランキング2位のどうぞの衆はポールから、ランキング3位の佐野勇気は2番手から、ランキング4位の佐古龍馬は17番手から、ランキング5位の井田来希。さあ、井田来希はスターティンググリッド13番手。安藤かなと片桐涼雅、この2人は12番手と14番手。そして浅見健心が5番手からのスタートと、とにかくどうぞの衆がこれこのままのポジションだったら文句なくチャンピオンです。ですがどうぞの衆が4位5位以降に落ちてしまうようなことになれば、他のドライバーにもチャンスが生まれてくる、そういう状況です。しかしながらこの茂木では圧倒的な強さ、速さを誇りますどうぞの衆。それに対抗できるのは予選ヒートでスターティングダッシュと追い上げを見せました佐野勇気。一時はどうぞの衆のペースを上回る快走を見せていました。3番手上野、4番手村田、5番手浅見も、当然浅見も逆転チャンピオンを狙っていきます。6番手37番の中村仁はスポット参戦ドライバー、存在感を見せています。最終コーナーから立ち上がってくる FP ジュニアクラス決勝、周回数は20周。スタートは切られました。スタート、さあどうぞのインからアウトに一気に振って入ってった佐野勇気、ついていく、アウトサイドに村田、4番手に上野、うわなんか中盤でずりずり落ちていってるドライバーがいる、飲み込まれていって、この辺りが3ワイド状態で3コーナーへと突入していきます。さあそして1台コースアウト、3コーナー接触コースアウトといったところか。そして1台も大きく遅れて今単独走行となっています。トップはどんどんの2番手に佐野、3番手村田、4番手上野、
5番手に中村、6番手にはこれ豊島か、豊島なんで、その後ろも加納吉正がピタッとつけている状況でホームストレート戻ってまいります。オープニングラップ、先ほどそのコーナーで止まってしまったドライバーはこのままリタイアのようです。さあトップ2が頭一つ付け出してまいりまして、先ほど止まってしまったドライバーの横を駆け抜けていきます。止まってしまったのはカーナンバー25番ですね。カーナンバー25番の福田くるむということです。3番手上野や4番手村田が連なって走る中、トップの堂園と2番手佐野は序盤にマージンを築くことができるか。最終セクションから立ち上がってまいります。トップ堂園、2番手佐野、タイムギャップの本間さん、3番手の間にはコンマ5のタイムギャップが生まれています。上野序盤のペースちょっときついか。後ろから村田と中村がガーッとつけてきまして、豊島も伺う3番手争いは4台、その後に7番手争いということになりますが、大越、加納、加藤という3台がつけています。そこからちょっとだけ離れまして、10番手にはカーナンバー55番の木菜、その後ろに伊田来樹、佐古龍馬、片桐涼太、ここまでは13番手、さらに離れまして14番手は33番安藤かなとを先頭とした3人台がついています。3周終了、4周目、序盤の小競り合いとか、まだでもトップの堂園の圧倒的に逃げるという感じではなく、佐野もついていっています。ただしタイムギャップはコンマ4へと広がっている。この序盤3番手の上野春樹、ちょっと苦しいかと思われましたが、3周ファーストストラップをマークしました。堂園、佐野とほぼほぼ同タイムなんですが、42秒417というタイムです。上野春樹はこの後ろの村田優馬とのバトルにならなければ前に追いつく可能性がありますが、それは展開次第です。最終コーナーから立ち上がって堂園のペースが上がった、堂園のペースが上がりました。さあしかしながら上野もペースが上がって、佐野がこの間に挟まれていたのが上野寄りにちょっと後退するような雰囲気になりました。さあ4周終了、5周目ぐらいからちょっと変わってまいりました。トップ単独で堂園という雰囲気、2番手との間はコンパ6と広がります。2番手佐野勇気がちょっとさっきの周回ペースが上がらないのか、それとも何かミスをしてしまったのか、落としてしまい上野春樹とテールトゥーノーズ、村田の後ろの中村と豊島、そして大越も近づいています。ホームストレート5周終了、堂園42秒4、ファーステストは大越です。42秒299、大越はこの集団の後ろですね、一番後ろについている現在7番手ブルーのレーシングスーツ大越武史、ファーステストです。その後ろの加藤大斗と加納吉正も自己ベストをマークしてまいりまして、前を追い上げていきます。さあそして4コーナーで2台がストップ、後ろのドライバーは横をすり抜けていきましたが、17番と14番は塚本凛星、17番は佐古龍馬です。シリーズチャンピオン争いの一角だった佐古は、これもマシンがアウトですね、止まってしまいました。悔しそうな佐古龍馬、何度も何度もステアリングを叩いています。さあトップは3コーナーへと差し掛かっていきます。4コーナーでは木旗が振られておりますので、3で仕掛けることはできません。トップ集団そのまま連なって立ち上がってきます。トップは堂園集、2番手には上野春樹が上がりました。3番手に佐野、4番手村田、5番手中村、ヘアピンを修正打を切りながら立ち上がってきます。その後ろ豊島と大越、さあ見事に東地域のドライバーだらけという形になりました。西地域のドライバーは8番手と9番手で追い上げ中なんですが、タイム的にはどうか、あ、いい感じですね、いい感じです。さあ加藤大斗と加納吉正は堂園の周と同じぐらいのペースです。これ前が競り合ってくれれば可能性があるところまで来ました。サカーナンバー27番、現在8番手の加藤大斗は西地域のランキングトップ、総合でもランキングトップなんですが、
銅像が一戦欠場しているのに対し加藤は前線でポイントを獲得しておりますので、有効ポイント制の関係でランキング2位の銅像の方が有利な最終戦となっています。加藤大翔はそれを覆していくには銅像の前でチェックを受けないといけない。さあ8周終了、9周目、本当だったら第2集団のあたりにいたら気持ちがめげるところだと思うんですが、今日はあの OK の第9戦決勝でどんなところからでも諦めずにプッシュしていけば最後には逆転が可能だ、奇跡が起きるというのを先輩たちが証明してくれました。これはもう諦めるわけにはいきません。トップ銅園は相変わらずの強さ速さで上野春樹を寄せつけずトップを快走しています。2番手の上野春樹は自己ベストペース上げてきてるんですよ。佐野勇気もペースを上げてきてるんですが、銅園と縮まるかどうだ。タイムギャップはコンマ43に縮まった。上野春樹ファステストラップ、2番手のカーナンバー11番上野春樹ファステストラップをマークしました。上野本場の時のようにハイスピードコースが得意か。上野は本場では2位に入っています。3位佐野勇気、4番手村田、5番手中村ヘアピンで飛び込んでくる。村田優馬のインガー飛び込んで4番手に浮上。さあレースは間もなく折り返しを迎えます。決勝は20周。さあまだまだどんなことが起きても不思議ではない上位陣ですが、堂園と上野のギャップはどうだ。コンマ368、また縮まった。堂園周も自己ベストです、42秒17。しかし上野春樹がそれを上回っています、42秒10。そしてファステストラップは9周目に中村仁が取りまして、追い上げ中の中村仁現在4番手ですが、この後佐野勇気に追いつくかもというぐらいペースが上がってきています。さあ中盤から後半へと入っていく、ここからです。堂園は今までの傾向からして中盤ぐらいまではペースが上がりが悪くても、後半残り5周ぐらいからスイッチが入ったようにスパートをかけ始めます。今回もそのパターンなのか、当然ティーム周堂園周はですね、終盤寄りのセットを今回も施してきてるんじゃないかと思います。それに対しまして上野がどこまでついていけるか、佐野、中村、村田はどうか。トップ5が後ろを引き離して快走中です。その後ろ6番手大越武史と7番手豊島陸斗は前の集団から完全に離れまして、8番手加藤大翔を間もなく迎えるかというところ、9番手加納義正は単独、10番手片桐、いやこれは安藤が上がってきましたね、安藤、片桐、木名とここは変わっています。13番手に五十嵐文太郎上がってきました。27番手スタートから14台抜き。さあ中盤から後半のドライバーも今 S 字のところで奮闘中です。27台出走 FP ジュニア。さあ堂園周の後ろにじわりじわりと上野春樹が近づいてきました。さっきは佐野勇気がこのパターンだったんですが、堂園周のスイッチがどこで入るかです。ボタンでも押すかっていうぐらい速くなりましたからね、さっきの予選もね。まだまだ余裕があるように見える堂園周、ジュニアマンスでも今年のチャンピオンを取っていきました堂園、最終コーナーから立ち上がってくる。上野とのタイムギャップはますます縮まっている、もう見るから縮まってます。そしてこの2人が42秒1という他のドライバーをはるかに上回るペースで走っています。3番手以降は離れる。3番手佐野は4番手中村に近づいてテールトゥーノーズ、5番手村田は単独、6番手大越は豊島と加藤に完全に疲れました。あ、ここでオレンジボールです。オレンジボールが用意されています。カーナンバー89スワホット、スワホットに対しましてオレンジボールフラッグが用意されました。リアのトラブルという情報です。チャンネル700をスポンサーに走っておりますスワハクト。チャンネル700は全日本カート選手権を放映しているケーブルテレビですが、さあここでオレンジボールフラッグとなりました。さあそしてトップ2が近づいてきた。14周終了、15周目。おお、ちょっと4コーナーのところでは上野春樹若干振られたか。さあ堂園と上野グッと近づいてくることができるのか。堂園
捕まりそうなところで逃げますね。どんな展開になるんでしょう。さあそして豊島が大腰をパスしたんですけど、大腰がそれを戻そうとする。最終のヘアピン、後ろから加藤泰斗も見ている。加藤泰斗も見ているが、大腰、豊島、加藤という順で最終コーナーを立ち上がってきました。今お伝えしましたのは6番手争いでした。さあ残り周回数は5周、トップ2のタイムギャップはコンマ3。そしてここに来て3番手のカーナンバー37番中村仁がファーストストをマーク、42秒037。これは堂園のペースをコンマ1上回るペースとなっています。堂園、2番手の上野、3番手中村が近づいてくるとさらに逃げやすくなるわけですが、いよいよ今シーズンも残り4周、16周終了です。トップ2タイムギャップはコンマ4、またちょっと広がりました。その後ろはコンマ5差で中村、そしてその勇気もその中村に連れるように自己ベストをマーク。村田優馬は完全に単独になりました。6番手争いは大越と加藤泰斗が豊島陸斗をかわしまして、ワンポジションのアップ、西地域では最上位ということになります。その後ろから豊島、ヒアピンぴったりついていきます。9番手の加納康臣は完全に単独、10番手は片桐、そしてその後ろ、これ五十嵐文太郎かな、上がってきたかな。さあカーナンバー18番に見えますね、五十嵐ですね。そして安藤とここ回ってきています。終盤微妙な競り合いが続く中、トップ2は相変わらずコンマ2というところ。ここも微妙、3番手佐野に対しまして4番手中村、豊島、3コーナーで豊島スピン、この集団から脱落です。いよいよ終盤です。堂園と上野接近、佐野と中村も接近。さあどうだ、佐野と中村は特に佐野は守る様子もなくヘアピンに入っていきまして、そうなると中村も抜くすべはありません。4番手ついたまま立ち上がってきて、残り2周、6番手ですが加藤泰斗と大越武史ですが、加藤泰斗が1コーナーインサイドも守っていきます。大越のクロスは取らず立ち上がってきます。そしてトップ2だ、堂園シュー、逃げれない、逃げられない、最後まで上野春樹ついてくる。堂園シューのスイッチはこの決勝ではパチンとは入らない、じり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 といった状況。残り1周でも上野春樹も捕まえるところまではいかない。3番手には中村が上がりました。最終セクションから上がってまいります。残り周回数1周、堂園トップで通過、2番手上野は最後キャブを祈るように調整する。3番手争い、佐野勇気インサイド飛び込んだ、1コーナーそのまま立ち上がってきて、佐野勇気インガーを守っていきます。3コーナー、上野はクロスラインにスイッチするか、グー接近戦、佐野が守る。そしてヘアピンではどうなるか、トップ2は上野春樹、これ OK とか125だったら飛び込める場合ですが、 KT ではそうはいかない。堂園が守り通しました。そして3番手争いは佐野勇気、中村、後ろから村田にもワンチャンス生まれた。最終セクションヘアピン、トップ2をそのまま。そして3番手争いはブレーキング勝負、佐野が抑えたが立ち上がりどうだ。トップは堂園、2番手上野、3番手佐野、4番手中村、5番手に村田、6番手加藤、7番手大越、そしてかなり離れて8番手加納、9番手五十嵐よく上がってきました。10番手片桐、11番手安藤悔しそうだ、12番手木南、13番手豊島、14番手高見、15番手井田、そして八木沼、浅見は17番手でチェッカー、富下、小倉、大石、島抜き、竹本、そして今瞳が23番手でチェッカーを受けまして、以上で投稿しているドライバー全車チェッカーとなります。